どうも皆さん、こんにちは、佐久間一行です。今日は楽屋だより、はい、というわけで、今日の楽屋は皆さんもおなじみだと思います。せーのですはい、散々お世話になっています。今日はパンロード、みんなが通ってきたパンの道というわけで、ちょっとね、また見つけちゃったんですよ。見てください、ルン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 、ちょっとだから見たことないです。はい、そしてなんでしょうね、こう知ってるやつで見たことないやつ、知ってるやつで見たことないパターンのやつ見ると、なんでこんなに、何これ見たことない、ってこう嬉しくなっちゃうんだろうな。とにかく見たことないです、びっくりしました。湘南ゴールドの果汁入りゼリー&ホイップ。うわ、湘南ゴールドっていうのはどういう、あ、説明あった、ありがとう、すいません。湘南ゴールドについて、湘南ゴールドは上品な甘さと華やかな、いいな、華やかって、華やかな香りが特徴の神奈川生まれの、希少な、柑橘類であり、幻のオレンジと呼ばれることもある？幻のオレンジと言われることもあるのに、いいんですか？ありがとうございます。ね。続き行きましょう。はい。さあ、初めて、絶対これ夏にいいんだろうな、爽やかな。いや、このだって湘南ゴールド、じゃあ神奈川のやつがこの千葉県のね、その幕張のイオンモールに売ってるってのがすごいですよね。綺麗だなー。さあ、開けましょう。この辺行こうな。さあ、絶対、いや、いいだろうな、爽やか、絶対これ爽やかだな。あー、いい。あ、なんかこんなにやっても、ここ折れなかった。クリームのところは折れたけど、湘南ゴールドのゼリーは折れなかった。綺麗。ねえ、こう山道みたいなね、湘南ゴールド道路、うん、よくわかんないですけど、伝われ。どうもよろしくお願いします。ちょっと、早くないですか、まだ食べてないんで。まあでも多分美味しい、うん、と思う。ちょっといただこう。よし、あ、じゃあこれは向こう側からいただくか。はい、改めて、いやー、最高ですよね。いいですね。行きましょう。ねえ、そうですね。やっぱりこう食べる前の予想が当たりましたよね。やっぱ美味しい。これは夏に売ってる。そりゃ夏に売るか。なんかね、ほんと2口目、3口目、3口目っていうんですか、まあ食べれば食べるほどほんと美味しい。最初懐かしいと思ったら、最近こういうジャムのやつ食べてなかったから、いやー、いいいやー、いいいやー、ちょっとね、結局もう見つけた時点でワクワクしてたし、なんて言うんだろう、あのちょっとね、表現が、ちょっと美味しい、そうですね。だからなんか不思議、本当食べれば食べるほどだから美味しい。いや、すんごい、いや、最高でした。はい、改めてですよね。まあ改めて、なんでしょう、あの、美味しい。